バージンサモアは a バージングループの航空会社。サモアとオーストラリア、ニュージーランドを結んでいる。サモア政府が49%の株式を所有し、2005年以降ジェット機の運航を取りやめフィジーやアメリカ領サモアなどとの当初間の航空サービスのみを行うようになったポリネシアン航空の後継となっている。2011年12月、ポリネシアンブルーより社名を変更した。 バージンサモアはバージンオーストラリア社とサモア政府によるポリネシアン航空の行っていたジェット機輸送を引き継ぐ共同事業として2005年10月31日にサモアの首都アピアとオークランドシドニーの両都市を結ぶ路線の運行を始めた株式の49%ずつをバージンオーストラリア社とサモア政府がそれぞれ所有し残りの2%を サモアのグレイインベストメントグループが所有している。サモア政府側の申し出により2017年11月12日をもって合弁を解消、運行を停止する予定である。バージンサモアボーイング737から800、バージンオーストラリアのボーイング737の800型、木ッキを、ヤシの木やサモアの少女をあしらったバージンサモアの塗装に切り替えて運行している。 ありがとうございます。